ダッジダートはアメリカのクライスラーがダッジブランドで1960年から1976年まで生産された大型乗用車並びに2012年から2016年まで生産された小型セダン。4代目までの兄弟車はプリムスバリアントで5代目はアルファローメオジュリエッタと血縁関係にある。初代は1960年に発売した。 ショートホイールベースのフルサイズカーであったが、台を追うごとに小さくなり、最終的には、コンパクトクラスのダッジ車として1976年まで販売され、頑丈で信頼性の高い車という地位を確立しつつも、アスペンにバトンタッチして、モデル廃止となった。それから36年の時を経て、再登場した5代目は、コンパクトクラスという立ち位置こそ変わりはないが、 フリマス社とプラットフォームを共有していた4代目までと、決定的に異なるのは、それが、イタリア車をベースにしていることである。初代ランサーの後継として登場。エンジンは3.7リットル6気筒の、スラント6並びに5.2リットルもしくは5.9リットルの、V8 エンジンが用意され、ボディバリエーションは4ドアセダン、ステーションワゴン、2ドアセダン。 二ドアハードトップと実に幅広い設定であった。1961年に改良され、エクステリアは、バージルエクスナーがデザインしたが、凹凸が、特徴のグリルや視認性に劣る、リアコンビネーションレンズをはじめとして、非常に不評であり、結果として、1960モデルと比べて大幅に、販売台数を落とすことになってしまった。二代目初代と比べて、 コンパクト化するとともに、バリエーションも増大され、初代の4ボディに2ドアコンバーチブルと4、ドアハードトップが加わった。また、エンジンには6.8リットルの V8 も加えられたが、ヒットせずにわずか1年で消えた。3代目だトに切り替わった後に廃止されるはずだった、ランサーは、その後1963年まで生産されていたが、 廃止後にそのポジションを埋めるべくサイズダウンして、改めてランサーの後継者史的な位置づけとして、登場したのが3代目であった。ボディタイプは2代目から4ドアハードトップが消滅して、計5種となった。エンジンは2.8リットルと3.7リットルの、スラント6と4.5リットルの V8 の、計3種で、こちらもダウンサイジングされていた。4代目フルモデルチェンジ。 三代目のバリエーションから、ステーションワゴンが消え、代わりに二ドアクーペが投入された。クライスラーのコンパクトクラスでは、初となる湾曲した、リアウィンドウや抑揚を効かせた、エクステリアデザインなどに特徴を持たせると同時に、さらなるサイズダウンを敢行一行、廃止される1976年まで細かな改良を加えられながら生産された。エンジンは、 モデルライフを通じて2.8リットルから3.7リットル、6気筒の3種の、スラント6と4.5リットルから5.9リットル V、8の4種の、LA エンジン、7.2リットル V8、RB エンジン、そして7.0リットルの、ヘミが用意された。5代目フロント5代目リア兄弟車のクライスラー2 0 1 2年5月7日、4代目、 廃止から34年の時を経て、キャリバー後継の小型車の名称として復活。現在のクライスラーの親会社であるイタリアのフィアットが、擁するブランド、アルファロメオの小型ハッチバック、ジュリエッタをベースに、体格の良いアメリカ人4人が快適に乗車できるように幅を広げ、なおかつサンボックスセダンスタイルとした。エンジンは、ジュリエッタと共通の1.4リットルターボ、マルチエアを、 はじめ、新開発の2.0リットル、タイガーシャーク、2.4リットル、マルチエアの、計3種のフィアット製、直列4気筒エンジンを用意。いずれにも6速 MT が、標準設定となるが、1.4リットルには6速 DDC、2.0リットルと2.4リットルには6速 AT が、オプションで選択可能である。生産は、 イリノイ州にあるクライスラーのベルベリア工場。なお、この基本コンポーネンツは2012年に登場した、兄弟車のフィアットビアジオや2013年に登場したジープチェロキー、2014年登場のクライスラー202も活かされることとなる。2016年、クライスラー車は、販売不振を理由に、ダートの生産を2016年9月末で打ち切る。 ことを発表した。今後はジープブランドに注力することとなる。ありがとうございます。